皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はグレープニールの2話でございます。これからの続きはどうなるのか。不思議なぬいぐるみくんにはなるんですけど、お姉さんも中に入るっていう設定なんですよね。2話ではそれが見れるのでしょうか。Let's go! ボンボンボン。バルメーション。OP から始める。さて、音楽はどうだ？そっか、1話もオープンあったか。なんか聞き覚えがある。バッタ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 。ちょっとなんか、エヴァンゲリオンのオープンを歌ってる人的な声質だよね。残酷な天使のなんちゃらっていう雰囲気じゃないけど、なんか声の質が似てるんじゃないかって思ってる。で、このお姉さんもあれでしょ？実はかなりの力持ちっていうことですよね。だって彼がそのぬいぐるみになれるんだけど、彼女が入れるっていうパイロット的な感じでしょ。二人で一人前っていう感じか。なぜか鉄砲も持ってる。バラダダラダバラパパパパ。もう一人の機関車的な帽子を持ってはる人いるね。あれ、続きではないの？それともこの女の、こいつやん、あの帽子持ってる人。女の子か。コインがある。ハンターのコインですね、これは。変な自販機見たんだけど。自販機？元ラブホだったとこに見たことない。あ、やっぱりあれラブホだったやないか。俺 100% 当たってたやん。え？なんでそんな怒んの？別にいいんじゃねえか。怖いね。頑張って走ってんな。インターハイ出られないらしいよ。わーわーわー。あの人スポーツ推薦でしょ。Come back to where we started。ここで自販機にコインを入れようとしたんだね。だってあの変なやつが出るんでしょ。なかなか時間かかるんですよ、これ。出ちゃうんだよ。出た、来た男。ありがとうございます。大事なコインを見つけてくれて。んでお前ほんまなんなん。それでハンターになっちゃうんか。そしてめっちゃ強くなったんだね。お礼をもらったことで。おお、早くなったな。お前ドーピングしたんだな。やば、足が足から爪が。おお、やべえものに化けたんやな。あの玉が欲しいのか。それで怒ったん、襲ったんだよね。この玉って話やろ。それで見てたのか、お前。ぽっぱぽっぱ。いやー、めっちゃ飛べますね、お姉さん。そう、飛べるではないか。身体能力は。てか、チャッカー持ってたよね。違うか、ナイフだったっけ。
やばいやばいやばい。殺されるね。怖い怖い怖い、お前。あー、これアンチストーカースプレーですね。ペッパースプレー。逃げるんかい。ちょっと、僕は戦いたくないですって。大変でしたね、お姉さん。やばめ。お前ほんまやばいって。バカね、シュウイチ。なんで逃げたのよ。あの時に殺せばよかったんだねって。どうしてわかったの？あの人が敵だって。あんた頭大丈夫？ベランダから土足で入ってくるやつなんて。強盗だろうが化け物だろうが敵に決まってるでしょ。まあそうだよね。スプレー用意してたし、何が起きるって知ってたんじゃないのか。これ炭治郎の声なんだよね。話してたよね。力がどうとかって。へえ、聞いてたんだ。ぶっ倒れて気絶寸前だったくせに。あのコインは何なんだ。どこで手に入れたんだ。そんなことより、あの女、あの自販機に。でも自販機に渡さないとあかんやろ。まあそうだろうけど。あんただって嫌でしょ。自分が化け物だって知ってる奴がいたら。お、お前とかな。あの女、こういうのに慣れてる感じだったし、こっちは顔どころか家までバレてる。そうだね。いつまでも追い続けるでしょうね。まあただの予想なんだけど、一つ言えるのはこの状況、私たち二人でどうにかするしかないって。どうにかしないと殺されてしまうんじゃねえか。チャック？あんた背中にチャックあるのね。お前チャック開けんのかよ、恥ずかしい。知らなかったの？何なんだよこの体。これじゃ本当に。ねえ周一、このコインにも意味があるみたいに。そうやな。姿にも意味があるんじゃない？中に入るかも。意味。自分が何者か知りたくない？中に入ろうじゃないか。引き換えに全てを失うコインだって。そんな話はあったよね。あるかも。周一も知らない本当の力とか。本当の力。開けようぜクレアちゃん。何の意味もなくそんな間抜けな姿になるなんて。それな。あるのか僕に。そんなすごい力が。いやー、あるのかないのかちょっと分からへんけど。空っぽでしょ。空っぽやろ。どうしたの？何があった？何もねえだろ。何も入ってないの。中身どころか周一の姿さえ。あんたの中空っぽなの。怖っ。空っぽ。怖いなあ。空っぽの存在。もういい。いいって何が？もう嫌になってきた。あり、殺されるところ見せられちゃうね。いいんだ。僕こいつらもアリのように殺されちゃうのか。空っぽなんだ。着ぐるみ。そうか。私意味が分かったかも。はい。入りなさいよ。中に入っていい？は？試してみる価値は。やば。強引にやるな。この女の人は男だったらかなりもう強引でしょうね。やばいって。超恥ずかしいじゃん。よかったね、周一。ほんま不思議だけどね。いや、ほん。わかんねえけど、よくそんなもの入るな。いや普通に入んないでしょ。ベタベタしてんだろ。あ、ああ、やばいってほんまこれ。
すごい性的やないか。ちょっとこれめちゃくちゃエロいんだけど。中に入ったな。よかったね。おいおいおい、これ全部セックスの用語じゃないのか。やばいって。憎しみかい。それはセックス的ではないんだね。感じるんだ。クレアの心も。周一、大丈夫？何があったの？何か辛いことが。辛いことがあったんだろうな。僕はどうすれば。見られてしまったんだね。何もしなくて。いいの。落ち着いて。ほう。見とこうや。私も周一の気持ちがわかる。光、緊張。でもあなたは自分の力に気づいてない。OK。その力、私が使ってあげる。どう？いいんじゃないか、パイロットさん。わかった。二人で相手を倒そう。命令ください。お、来た。たぞー、悪い女。クソアマは入ったぜ。目変わったか。来よー、全然やないか。おお、ちょっとガッツあるんじゃねえか。はいはいはい、お前のケリーは強いな。おお、めっちゃ入れるな。足取れよ。それでいいよ、クレアちゃんに任せるわ。くる、はやはやはや。でもマジでかっこいいな、この蹴り攻撃は。なかなかいいぞ。うん、掴んだ。おお、ポーン。おろろろろろろ、また入った。気合が、なんかめちゃくちゃさ、関係ねえ話してるなお前。まあやられそうやな、この子。何？おいおいおい、なんか自分の悪い過去を思い出した。おう、守ってくれよベイビー。クレア、いけ。おう、ガン付き。おお、腹つき、腹つづみやで、これや。最初はうまくいかなかったけど、行くわよ周一。レッツゴー、ポポポポ。ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ、そのフォームで、レフレフライト、クロスパンチで、おお、ナイスカウンターした。あの女逃げてるぞ。しかし逃げられない。うわー、これみじん切りになってるな。うわー、超殺戮になってる。血祭りなりそうやないか。いや、ほんまにこいつ殺すんじゃねえか。嫌な感触か。完全に利用されてんな。体の主導権を奪われていた。怖い。完全に。そのクレアが。来るけど、やられそうやな。もう足完全に、お、ああ。
ルチャをクレア中に入っとる。足やられちゃうんだよぞお前。それ痛いぞ。ああサラマビッチだよ。ちょっと制御しや。ちょっとお前の女制御しや。シュイチ。足やられてる。もう走れねえよ。え？あのチャッカ使うのか？マジで撃ってまった。マジで撃ち上がったんだよ。うわとびっきり最悪の夢。最悪。終わったわよ。聞いてし。まあ必要だったんだ、だろうけど。あんたの中でおしっこ漏らしちゃった。え？きしょ。冗談よ。いや冗談でいいかもしれないけど、今周一がなんか俺が人を殺したってことになってる。元通りにはなったんか。毎日普通に学校に通い、普通に友達と話して、まるで何もなかったかのように。携帯は？クレアちゃん。何焦ってんだ？もしかして彼女か？彼女的な存在なんじゃないか？驚いて出てみれば。無視するな。あ、来たクレアちゃん。誰だこんな女ってなってるな。シュイチ、お前って。シュイチが電話に出ないからよ。けどあれから1週間何も起きなかったってことは、私たちのことは誰にも知らない。ほんまに人殺したいんだよね。けどあれはすごい体験だったわ。いやマジファッキンクレイジーだろ。あんたの中に入った時、あの着ぐるみと一体になったみたいな感覚、湧き上がる力も、鼻から感じる強烈な匂いも、殴られた痛みも、周一の気持ちまで自分のことのように感じられて。すべて周一だけどね。最高に気持ちよかった。周一はどうだ？あ、またエロトークになったな。怒ってる。何とも思わないのか。人を一人殺して。あれは私が殺したの。周一に責任は一切ない。けど正当防衛でしょ。正当防衛は合ってる。もういい。これ以上君とは関わりたくない。僕の正体をバラしたかったらバラせ。その代わり、君がしたことも他人にバレるぞ。戦えるの？あんた一人で。そういうことだよね。来るよまた。そんな奴がまた襲ってきたらどうするの？殺されるのみだ。戦えっこねえやろ。あの時クレアがいなかったら、僕は殺されていた。殺されるよ。無理ね。優しい周一に。お人よし。私の細い腕じゃあんな化け物倒せないけど、私と周一の二人でなら。二人で一人前。誰が相手でも負けはしない。何の服装やねん。怖いんだ。何もかもわからなくて、自分がどうしてこんな体になったのか、これからどうなるのかもわからない。もしこれが病気だったら突然死んでしまわないかとか。炭治郎頑張るなぁ声優。このブルルルみたいな声、ブルルってビブラード。そんなに変身するのが怖いのに、私を助けてくれたのね。そういうことや。まあ半分レイプしようとしたけど。正直周一がどうして変身するのか、それにこのコインがどう関わっているのか、私にもわからない。そうだよね。だってコインあげへんとそういう力がないんでしょ。あ、お姉ちゃんが化け物になったのか。だからなるほど。死なない保証も、周一の不安を拭い去ることも
はいはいはい。それに多分これから起こることはもっと辛いこと。怖っ。だから一つだけ約束してあげる。うい。どんな理由でもいい。あなたの身に何かあったときは私も一緒に死んであげる。怖っ。たとえ死んでも周一は一人じゃない。道連れか。私たちは二人で一つよ。まあオッケーオッケー。ちょっとロマンチックだよね、捉え方としては。死ぬか？まあでもこの女はいつでも死ねるよね。覚悟あるでしょ。あの時に死のうとしたから。そっから自殺できっこねえよ。先に待ってるわよ。まあ周一が助けるっていうシーンだけどね、これは。やっぱりお前を助けるっていうことになるわ。うん、分かってるよ。残念だわ。もう少しで楽になれたのに。君は何を考えているんだ。多分知らなかった。実はね、姉を探してるの。多分めっちゃ怪我してるでしょ。簡単に言うと、あんたと同じ化け物なの。お前も化け物になりたいの？これ預かってて。それでコインもらった？怖っ、マジかよ。姉の事件、そしてさっきの化け物。この町は大変なことになってる。では姉もエレナって名前なんだね。運命よ。二人ともめっちゃキラキラ目なんだね。運命かそれ。あ、半年前。お願いします。コインを探すのを手伝ってください。これがエレナか。あなたの願いは何でも叶えます。ところで、その願いって自分以外の人にもかけることはできるの？どういうこと？どうでしょう。着ぐるみ持ってるよこの子。大丈夫なの？こいつ周一に使った？そんなことをして。実はね、一緒になりたい人がいるの。はあ？え？一緒になりたい人がいるって、それエレナのことか。エレナがそれをやってその代償として化け物になったのか、それともさ、このクレアって子がやったの？なわけないよな。なあ、っていうかあの時には自販機が倒れてた半年前。そんで普通にあの自販機の男が出てたんだよね。なんだろう、あの自動販売機マン、自販マン。不思議なんだよね。不思議なんですよ。I have no good answers. Only questions. Only questions. しかし俺的にはこの2話の方がエレナ。おお。2話の方が1話より面白かったと思います。結構ね、気になるね、ストーリーが。まあもうちょっとね、一緒に見ていきたいと思います。皆さんも同じような気持ちでしたら、どうか高評価の方をお願いいたします。ぜひコメントで教えてください。ではでは、今後もやれていきたいと思うし、ゲーム実況もアニメもたくさんやっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。Until next time! Bye bye! おおきに。